皇居では新年の一般参賀が行われ天皇陛下がお言葉を述べられました新しい年を迎え皆さんと共に祝うことを嬉しく思いますその一方で昨年の台風や大雨などによりいまだご苦労の多い生活をされている多くの方々の 身を案じています1回目の参賀で陛下は本年が災害のない安らかで良い年となるよう願っておりますと述べられましたまた上皇ご夫妻が午前の3回退院後初めて両陛下の横に並ばれました午後の一般参賀は2回行われる予定です午前11時半までにおよそ5万5000人が皇居を訪れたということです